ルクアモカです。こんにちは。今日はですね、こちらのライブ配信でやった動画を編集して短くしたものになります。雑談とかね、いろいろ見たければ、ライブ配信アーカイブ残ってますので、そちらをよかったらご覧くださいませ。では、画質悪いけど、許してね。スタート。今日は私だけではなくって、私も教わる側になりたいと思いますので、友達に画家と役者をやっている人がいて、その人に教えてもらいます。はじめまして、画家とデザイナーと役者をやってます松本響です。よろしくお願いします、はい、イエーイ、お願いします。いきます。超簡単だからすぐよ。はい、丸。もう一個丸。丸。で、もう一個丸。ほんで、鼻を描きますと。はい。でも、俺は丸と四角しか描いてないんだけど。そうだね。これをもうなぞるだけで、像になりますよっていう話ですよ。サムネの像が。丸と四角だけでバランスもいいし、まあ、これだけじゃね、やっぱ寂しいし、どういう体勢か分かんないから、うんうんうん、丸。丸。また丸。体と腕がまあ足りないと。だいたいこういうかまぼこをここにね、イメージして。かまぼこ登場。かまぼこ便利よ。いやいや。つなぐと。で、ここに腕を描くと。もう象だよ。座ってる象さん。丸と四角とかまぼこだけで。めっちゃバランスいい。イラストは丸と三角と四角とバツと S だけで全てのイラストは構成されていると言っても過言ではないらしく綺麗なバランスのいい絵とかにはもう絶対それが使われてるよって。で、うんうんうん、ついでにそれ使って描けちゃったら楽だよねっていう。バランスよく組み合わせて、その後になぞるっていう風にすれば、こんな風に結構簡単に描けちゃいますっていう。あ、みんなも描けたらしい。描けた。おーすごい。あー、よかったよかった。そうで、今ちらっとね、モカちゃんが言ってたけど、丸と四角と三角をバランスよく置けばっていう、やっぱそのバランスもすごい難しい感じてるんじゃないかなと思って。難しい。丸と三角と四角で描いたプラスバランスも三角意識すれば、その可愛いイラストってなると大きいと小さいがはっきりしてた方がすごくいいと思う。だいたいまあ1対1くらいで、全体のバランスにもね、三角丸四角は使えるんで、ぜひ。なるほどなるほど。パーツだけじゃなくてバランスとしても使っていこうってことね。そうですね。まあ、一番大事なのはやっぱキリンは首よね。バランス。だいたいこのイメージ。で、じゃ早速丸。で、まあ、なんだろうな。丸って言ってもまん丸じゃない丸をいろいろ使っていくんだけど、まあ、大事なのは顔だよね。じゃあ、まあ、ここら辺に、ちょっと長めの楕円っぽい丸。で、胴体。また一番大事な首。首を三角。細長い三角をここにじゃあ入れちゃいましょう。細長い丸を。これ足になるね。前後のね、足の感覚が多分出ないっていうのがよく。あると思うから、そう、後ろは一つだけ先にとりあえず描きます、はい、顔も丸と四角でやっていくんだけど、うんうんうん、まあ耳があるじゃない、うん、横長の丸でいこうかな。四角2本、縦長の四角と丸、うん、まあこれでほとんど体はできたよね。そうだね。あとじゃあ顔、ここに顔の半分、下半分に丸。どうでしょう、これほぼキリンなんじゃないですかね。じゃあなぞっていきますか。これを耳んとこはね、こうつなげないで外から行きましょう。で、ぐるーっとつなげちゃっていいです、一回。もう一つの耳を描く。で、首行きます。そしたら、ここから胴体前を行って、さっき描いた足、少し先っぽ細くしましょうか。キュッて。で、もう一個もキュッとね。胴体をギューッ。で、さっきのもう一個、三本目の足をキュッと描けます。ほんなら、首のとこからぐるーっと、おけつぷりって。顔の丸のところじゃ1個足しますか。鼻点みんなできてる。で、とりあえずね、とりあえず目ピョンピョンと、はい、でキリンってさ、この首のとこにさ、うん、縦紙的なのがあるじゃない。キュッ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 。あー、かわいい。馬とか同じような体のしてる動物と見分けつけるためにも、頭のとこにキュッて模様来てるよみたいな、うん、で、今足3本しかないから3本目を。あー、なるほどね。3本目じゃない、4本目を最後につけ足すってことか、はいはいはい、もっともっと分かりやすく、いいね、いいね、ここの前の2本、このつながってるところピッてちょっと入れるだけで、できてきた。さっき俺こうほら三角でバランス作ったじゃない。ここ届いてないじゃん。尻尾変えちゃうんですわ。そういうことね。そうそうそう、ちょっと三角短くなっちゃった短くしちゃってもいいかな。じゃあ
全然大丈夫だと思う。で一応キリンって足とかには全然模様いってないから。そっか、足は模様いってないんだ。そう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 。先生、模様の配置はどうしたらいいですか。はい、ちょうど今言おうと思ってました。お願いします。プロっぽく見えるやり方、例えばキリンだけど背中の方の丸を大きく、背中に向けてだんだん小さくこうやってやるとぽいぞぽいぞってなる。体の楕円形が難しいって。あーなるほど。だったらそれが難しかったら全然ね、長方形で描いて角を丸く描くのもありだと思う、うん、四角描いちゃってから楕円が綺麗に、そうそう描けないってなったら、そうそう四角描いて角を丸くこういう感じで。本当だ本当だ。いやそれね、そう自分のやりやすい形をね一番使ってったらいいと思う。あ、じゃあさ丸がうまく描けないっていうのもあるんだけど、それは四角でやったらいいってこと。そうね、四角描いて丸を、全然四角でもいいと思う、角を取るみたいな。そう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 、足がちょんちょんがあるのいいね。足した足した、足のちょんちょんめっちゃ大事だわこれ。だから動物ほとんどこれ描いたらねだいぶ、あ、かわいいかわいい、できた、描けた描けた。それは自分の絵、これ見逃しに自分の絵をちょっと去年個展やった時に飾ったやつですね、うんうん、イライラあるや。さすがにここまではなれないわ絶対に。やっぱり絵本作家さんともコラボした時に言ってたけど、どれだけ絵が上手い人でもめちゃめちゃ練習してるって言ってた。何回も同じ絵描いて、うんうんうん、だから何回も描こうね、みんな頑張ってこれ見て。とりあえず体育座りからいこうか。じゃあまあ、じゃあとりあえず大きく楕円描こうか。もう全部この中収まるから、半分よりも少しはみ出るくらいの丸を中に一つ、かまぼこで今、まあこれが顔には一応なるんだ。でも大体ここが顔で体になるんだけど、まあ、体育座りといえばさ、こうやっぱこれじゃないですか、このこのここじゃないですか、三角のね、はい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 、そのイラストがめっちゃうまいもん、もはや。まあね、それは骨から勉強すればでも誰でも描けるようになるから。なるほどね。で、じゃあ正面の足を女の子でいこうかな。ここの真ん中で膝がくっつくイメージで、またかまぼこ、かまぼこ、長めのかまぼこで、反対も。あとあれ下書きはねバチバチに書いて大丈夫だからね、下書きから全然その綺麗に書こうとするとかしなくて全然大丈夫だと思います。何回も何回もなぞっていいよっていう。そうそうそう、くるくるくるってちっちゃい半分の円を、かまぼこ、かまぼこ、顎の部分が重なってるところがあると思うんだけど、でまあそのこの重なってるここら辺がまあ真ん中に来るイメージでぐるっと真ん中、まあ、真ん中よりちょっと上か、だいたいここら辺にぐるっと段を描きます。で今この足のとこれ一応前のこのかまぼこ足になるんだけど、この足と今描いた段の重なってるところあるじゃない、ここに触れる感じで丸をぐるっと、はいはいはい、そんで今描いた楕円のところをこう、まあ、腕が来るわけですよ結局ね。はいはいはい、なるほどね。で、まあ、でもほらこれだと洋服の袖とかね分かんなくなっちゃうから、うん、1本こうピッてここに入れときましょうか。線半袖 T シャツですね。そしたらこの手と今ここ肘からこの外側の部分がつながったから、うん、この内側をぐるっとイメージでね、とりあえず描く、下書きだから。で、あとはさっき袖の線描いたと思うんだけど、その上に少しだけね、さっきのかまぼこの部分がまださっきと下に見えてると思うんだけど、袖のとこ少しもうちょっと伸ばす感じで、じゃあこの状態で輪郭なぞってみようか。じゃあとりあえず頭をぐっとしたら、一番手前に見えるものから描いていくとすごく楽だね、重なってる順番。でも自分で体育座りしたら分かると思うんだけど、手が一番前に来てるから手のところをつなげちゃダメだよ。 C と C を描くのね。 OK。 そしたら腕つなげたいじゃん、もうパッて腕つなげたくなるじゃん。つなげたい。さっき袖の線描いたよね、袖の線のとこからぐるっと楕円なぞろうか。はい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 。でしたら袖の線を今描いた線よりもピッて、あ、はみ出るってことね。そう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 、はいはい。したらこれ頭にピュッてつなげちゃおう。今この袖と腕のとこまでつながってないから、さっきピュッて少しさ上に描いたし、ここそこからもうそのままぐるっていっちゃおう。頭にはつけず、うん、で次に抱えてる膝キュッて、今靴も足も描いちゃっていいのか。うん、首ネックのとこね、 T シャツのネックここで、今これ消しちゃうと今腕と足しかないから、うん、体も横のとこつなげてあげてキュッて丸く描いてあげるといいと思う。なるほどね。多分鉛筆消せば今見えやすいように結構大きく描いたけど、うん、多分ね描き慣れてくるとね、もう少し体キュッて描けると思う。そしたらあのまず3倍ぐらい可愛く見える。あ、なるほどね。顔もじゃあ描いちゃおうか、女の子にしたから。お、で、あのここで俺がよくやる超便利技。みんな目とか大変でしょ、だって超便利技、目大変、うん、描きにくい、顔の向きとか鼻目口のバランスとかさ、うん、ズルしちゃいます。ズルだけどちゃんと可愛く見えるから、お願いします。
まあ、イメージ的にはもう上向いてうわーって泣いてる男の子イメージしてほしいんだけど、鼻かくじゃん、これ鼻ね、うんうん、ちゃんと鼻に見えるようになるから、今のところちょんまげにしか見えない鼻になるんすわ。耳かきます、で上向いてっからもうここに口かいちゃう。そういうことか、もう本当にこういうことかそうそう、なるほどねここにほっぺたでぴょんぴょんって書いてあげればもう喜んでるようになると思う、うん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 、髪の毛ここにじゃあ、えほらもうすごい、めっちゃ可愛いっしょこれ。確かにこれは裏技だね。これ同じように顔だけ描くけど、今笑ってたけどさ、あ、まあじゃあそうね、髪型的にじゃあ今度男の子で描くけど、泣かせるとしたら上の方に口書いてちょっと丸に沿うように、これ青で塗れば間違いなく泣いてるから、もうめちゃくちゃ簡単だから。ダメだよこれ、黒と緑に塗ったら正解になっちゃうからね、ダメだよ確かにそうだよ、これ今女の子さ座ってるやつ描いたんだけどさ、内股な感じが女の子っぽいよね。そうそうそう、今度はじゃあ男の子で、さっき内股に描いた足を今度は膝を離してこういう感じで、膝離れてる感じ、スヌーピーの絵みたい。あ、わかるわかる、そうそう、あれいいよね。そうでもね、絶対ね慣れてくると思うよみんな。これ慣れればさ下書きしないでも描ける、まあ、基本は下書きするけどね。あ、そうなんだ、やっぱり、ほうほうほう。今度はさ男の子さ、ここが空いたじゃない、空いた足の間が、だからズボンの切れ目でも描いてあげれば。なるほどね、すごい男の子だね。でしょ、すごいな。疲れてる、疲れてる感じでしょか疲れちゃったのめっちゃ可愛い、アイクザイドさ、男の子と女の子で。でもなんか絵を練習するって言ってもさ、まず何を練習したらいいのっていうのが分かんなくて、はいはいはい、だからそれがもう分かっただけでもやりやすいかなとは思う、うん、かまぼこバランスむずってなったら全然ここに楕円描いちゃって中でパーンって、そうそうそう、確かに確かに、かまぼこも結局丸だからね。でその楕円すら難しければまた四角から始めるっていうところから始めればいい、そう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 、いうことだもんね。なんだろう、こうきちっとしてなくてなんかダラーンみたいな座ってる感じ、イメージ的にはこう子供がさこう股の間にさこう画用紙とか置いてこう座ってなんかこうやって描いてるような、こういうことね、こういうこと、柔軟してる感じの、こういうことだよね。そうそうそう、はい、同じぐらいのサイズの丸を下にこういい感じで描きます。足をこう開いてるわけだから少し下を余らす感じで、これを もう一本上に、体のラインとしてここのさ楕円のこの部分あるじゃない、ここを中心にして両サイドにさっき描いたこの下の線くらいまで、そしたらここに手が来るから丸を描きます。両方に開いてる部分あるじゃない、ここに足が来るんだけど、足をねもうほとんどこの線のまま行って、今だいたいここで切れてるんだけどさ、今だとねこう3分割した一番右くらいのとこ一回止めます、ここまでとします、はい、でこっちが同じようにだいたい3分割ぐらいのところで、ここがズボンになる。で今この ね、そのまま延長、そうだ、このまま下に飛び箱を描いちゃえばもう飛んでる人になると思うよ。でこの下の方、こう腕の間もここもつなげます。で上は洋服がこうかかってる感じになるから、下はなぞったんだけど、こっちはこの曲線とは反対にこういう感じで、じゃあ最後さっきここで区切ったとこあるじゃない、ここに下の線を軸にして上ははみ出るように細長い丸描きます。うんうんうん、じゃあここをね丸くつなげてみて。どういうこと？イメージ、今ねこうなってる、それどの部分？これ足首、はいはいはい、ここのその端っこのとこからさっき描いた丸にピュッピュッてつなげる、こういう感じ。はいはいはい、OK、なるほどね。でこれを反対側もじゃあやりましょうか。じゃあ今描いた、じゃあひとまず先に顔いきましょうか。顔の丸、この両腕の外側をいきます。はい、やーっていやーあ、それは言わなくて大丈夫です。あ、すいません、失礼しました。でちょっとじゃあここで欲張りたいじゃん、この手の丸があるとして、今丸が描いてあるじゃない、こういう感じで描くイメージで4本丸を、そうそうそう、指かで、クリームパンダみたいなクリームパンダちゃん、キュッ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 って、キュッキュッキュッ、今こうなってる、大きくするとこうなってるんだけど、左側から親指をキュッて他の周りより少し大きく、であとはここつなげてっていう感じでここやる。でじゃあ反対側も同じようにクリームパンダちゃんつって、で今度じゃあ内側の腕描くけど、今度は、うん、さっき外側は頭からつなげて描いたんだけど、頭にはつけず3分割した2個目くらいからキュッて、ワーキーのところですね。そうそう、ワーキー、さっきあの反対の円だよって言って書いたダボっとした服のとこピッてなどります。で書きづらかったら全然紙こういう向きにしてこうやってやってもいいからね、書きやすい位置にね好きに変えて、はいはいはい、じゃあこの手の間下の毛をこうキュッと、でじゃあそのままズボンのとこまでギューッと
こっちもキューッと、上もキューッと、さっき切ったところでピッてつなげて、ここもさっきのキリンの足のところの的な感じで裾をこう増やそうか。あ、いいね。この足のとこはね、描きやすい手順でいいと思うんだけど、靴の裏に当たるとこからね、描くのがね、好き。足大きく描いてほしいな。これ、ね、これ足のとこね、これ。うんうんうん、ズボンの裾のところね。丸があると。うん、はいはいはい。下書きで書いた通り、なぞる。で、ピーってつなげる。ほうほう、そういうことね。反対側も、なんかもうこの子の化身が後ろにいるみたいな。確かに。でね、ここでちょっと細工するとね、この座ってる足のところのこのお尻の部分、ちょっと丸くって。で、あとは膝のとこも、ピッピッってやると、なんかちょっとジーパンっぽくなるでしょ。あー、なるほどね。バツね。こうしてピッピッって。こう胸ポッケでもつけてあげれば、一気に可愛くなるんだよね。でね、ここにほら、画用紙とかさ、ピーって、鉛筆でも転がせてあげれば。かわいい。すごいお絵かきして遊んでたんだなって。これもバランス的には三角だ。こういう三角、はい、出ました。ここでのまさかの三角出ました。鼻からハイドロポンプしてみたってちょっとよくわかんないんだけど表情のバリエーション欲しいかも。だからそういう喜怒哀楽。でも一番簡単なのは目の表情とか変えなくても、うん、パーツとか眉毛の角度だけで、その鬼滅の刃みたいに目の中に悲しいとか描くわけにいかないからさ。そうね、鬼みたいに。もうね、でも今丸で顔描いてるからってのももちろんあるけど、例えばまあ普通にさ行くとさ、さっきのこう、まあ、まあこういう感じに髪の毛が来るわけじゃないですか普通はね、うん、その髪の毛をね下げてみます、うん、今上にこう上の方の円に合わせてカーブしてるんだけど、これを口の位置もさっきより下げて下の方に描くだけでだいぶしょんぼりさんだ。うーって、あー大丈夫。なんならもっと言っていいと、もっと言っても全然ね成立すると思う。下にってこと？そうそうそう、さっきのこれこんな上向いて、もう何にもほとんど書いてないのにさ笑ってるってわかるじゃん、うん、やっぱこう笑ってるっていうさ感情ってさ、あはーみたいなこうパーンってなんか上に行くイメージあるじゃん。うん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 、でなんか嫌だとうんってこう、うん、そうそうそう、なんってなるもんね。だから嬉しかったら本当だ、目も描くってなったらさ髪の毛めっちゃ上にやってさ、口も上にやって、もうほっぺ大満足みたいな。顎割れちゃったけどパーツだけでね、なんか目の角度とかだけでやると多分ね結構難しいんだけど、うんうんうん、その感情を向きで出しちゃうとすごく楽かもしれない。なるほどね。髪型みたい、かわいい。いろいろツインテール、ポニーテール、私はオコテールとかじゃなくて、絶対やると思った、絶対やると思った、うん、でも、まあ、女の子で帽子で、あのこう黄色のさあるじゃん、小学校とか入ってかぶるような。でも男の子のキャップ、まあノーマルで坊主、なんかちょっと髪長い子坊主がかわいい。なんかマルコちゃんに出てきそう。今この帽子にはこの髪型みたいに書いてるけどさ、でロン毛の子は前髪これみたいに書いてるけど、なんていうかな、組み合わせでねいくらでもいけると思うんだよこれ。帽子でポニーテールとかあるじゃない、ここから出してるみたいな。っていうのもちょっとここだと狭い、じゃあ前髪はパッツンでしょうか。パッツンだとして、うん、帽子がありますと、とりあえず耳隠しじゃない。この子はさすごい短くさこうピュッピッて出てる感じに書いたけど、うん、この子みたいにまとめきってない部分もあるよっていうさ、帽子があるとしてこの止めてるとこから出るあたりにピュッて書いちゃえば、かわいい。ちょっとテニスやってる子っぽくなったけど、なんか組み合わせでねいくらでも変えられると思う。めっちゃかわいいって考えたらもうこれ倍はいけるっしょ。いけるね、そういろいろパーツを組み合わせてってことだもんね。これ前髪これにして、確かにつけてもいいし、うん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 、これに至ってはこのまま長くしていいし、男の子もさこの帽子だけど前髪これで丸くして襟足出していいし、うんうんうん、坊主にちょっと声を出すとあれちょっとあれってなっちゃう、どういうっていうね、うん、コメント欄の方に次回やってほしいものイラストのリクエストを受け付けます。めちゃめちゃ優しく教えてくれて、もしかしたら次回もやってくれる響くんは YouTube やってて、画家としてもこんなに才能が素晴らしいのに役者もやってるんですよこの方は。なのでねその YouTube も最近始めたばっかりなの で、 そうなんですよ、登録とかねご協力してあげてください今なら君も子さんになれるよ。
そう、それもコメント欄の方にリンクを貼っておくので見てみてください。はい、ということで今日はこれぐらいに見て終わりましょうかね。ということで皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ではチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。チャンネル登録